カーブはイギリスのロックデュオ。1990年にロンドンで結成。インダストリアルを取り入れたシューゲーザーバンドの一つとして人気を博した。ハワイ人とアイルランド人の両親を持つディーン・ガルシアと英国人ボーカリストのトニ・ハリデが共通の知人で、あるユーリズミックスのデーブ・スチュワートを通じて出会い、結成された。1991年に3枚の EP、ブラインドフォールド、 フローズン、チェリーをリリースし、翌1992年3月にファーストアルバム、二重人格を発表し、全英11位につけた。またハリディは、デペッシュモードのメンバーであるアラン・ワイルダーのソロプロジェクト、リコイルのアルバム、ブラッドラインに参加し、エッジ・ツー・ライフ、ブラッドラインの2曲に、ボーカル提供した。11月にはそれまでにリリースした3枚の EP と、 シングル一曲で構成されたコンピレーションアルバムプビックフルーツを発表した。1993年9月にセカンドアルバムクックルを発表。前衛23位。アルバムを引っ下げたツアーによる疲れから、1994年に2人はカーブを一旦解散させることを決意する。その後2人は新バンドを結成したりソロで活動を開始。 1996年9月にシングル、ピンクガール・ウィズ・ザ・ブルーズをリリースし、カーブは再び活動を開始した。1997年11月リリースのシングル、チャイニーズ・ボムを挟み、1998年2月に、サードアルバム、カム・クリーンを発表。よりエレクトロニカに接近したサウンドを追求し、その後ヨーロッパで小規模のライブツアーを展開した。 カーブの次のリリースは3年後である2001年5月発表のコンピレーションアルバムオープンデーアットザ・ヘイトフェストだった9月に4枚目のアルバムギフトをリリースしたアルバムにはマイ・ブラッティバレンタインのケビン・シールズが2曲でギタリストとして参加した2002年に5枚目で最後のスタジオアルバムであるザ・ニュー・アドベンチャーズ・オブ・カーブを発表 同作はインターネットのみのリリースとなった。2003年に、ハリディは、ラルク・アンシエルのドラマーであるユキヒロのプロジェクト、アシッド・アンドロイドの楽曲、フォルツでボーカル提供を行った。2004年5月に2枚組ベストアルバム、ザ・ウェイ・オブ・カーブをリリース。翌2005年をはじめに、ハリディは、カーブからの脱退を発表、これ以上カーブでの活動を行わないことを宣言し、 カーブは解散した。2010年10月にレア曲や未発表曲を収録したダウンロードオンリーアルバムレアアンリリース度を発表したアムステルダムにてありがとうございます。